アドミストレーションというのは間接部門じゃないんだと会社全体の業績に直接貢献する部門であるむしろ総務人事経理が全体最適のマネジメント改革ではヒーローになるんだと全体最適のマネジメント理論 TOC これ制約に集中して実はみんなが助け合うと制約をなんとかすることによって全体が良くなるっていう理論であるそういう意味ではですね非制約はどうなるのって 結構そういう質問が多いんですねで総務とか人事とか経理いわゆる間接部門と言われるところそういう方々はどういう役割があるんですかって質問があるんですは我々はここが鍵だとむしろ総務人事経理が全体最適のマネジメント改革ではヒーローになるんだというふうに主張しているんですこれについてですねまずはですね論より証拠で我々の ボールダートの内部がどうやってマネージメントしているかということについてこうなったの総務人事経理我々はそれをですね通称アドミン英語ではアドミストレーションっていってアドミストレーションマネージャーっていってマネージメントをしているという感じですねまあ例えばあのタレントのマネージメントをしているとかそういうイメージと考えていただきたいんですけどもその働き方がどうなのかということについてアドミストレーションをやっている安田さん T.O.C. クラブのですね、実は事務局でもあります安田さんが語ってますので見ていただきたいと思います。アドミニストレーションの役割をちょっとお話ししたいと思います。組織には開発とか製造とか営業とかいろんな部門がありますが、こういった部門っていうのはどちらかというとこの利益を上げようと縦割りで仕事をしているのに対してアドミンっていうのは組織を横串に見て各部門の細々した業務をサポートする。 そんなお仕事です主に総務や人事財務や法務など管理部門や関数部門で行う事務やサポート業務全般のことを言います、えー、なのでつまりまあ、会社で働く人たちにとって仕事のしやすい環境を整えて業務が円滑に進むようにサポートするそんなお仕事ですまあ、ですのでよく会社の便利屋さんとか縁の下の力持ちみたいな感じで言われたりもして まあ、メインで活躍するっていうよりはどっちかというとバックヤードであ,のあまり目立たない仕事っていうイメージを持たれている人もいるかもしれません。ではその中でのアドミンの本当の役割とは何でしょうか確かに業務一つ一つを見れば細かいタスクが多くて売上に直接関連するようなものではないかもしれませんがアドミン業務っていうのは組織を横断的に見て 業務の流れに支障が出ないようにサポートし、みんなにとって働きやすい環境を整えること。つまり、全体最適の視点で考えると、組織全体の仕事の流れを見ながら、制約を助けることで最大のパフォーマンスをもたらすことに大きく貢献しているんです。制約というのは簡単に増やせないリソース。つまり、希少リソースです。だから、 その人にしかできない仕事に集中できるようにアドミンが気象リソースを助けることで組織に最大のパフォーマンスをもたらすヒーローになれるんです。とは言ってもどうやってやるんだろうって思いますよね。実はその公式があるんです。それがこの組織に最大のパフォーマンスをもたらす5つの集中ステップというものです。ステップ1制約を見つける。 ステップ2、制約をどう徹底活用するか決める。ステップ3、他のすべてをステップ2の決定に従わせる。ステップ4、制約の能力を高める。ステップ5、ここまでのステップで制約が解消したらステップ1に戻る。それでは実際にどうやるのかを私の業務に当てはめて説明したいと思います。まず、ステップ1、制約を見つける。 これについては仕事の対流を見つけるということになります。目の前に仕事が山積みになっている人はいませんかスケジュールがパンパン、いつ休んでんのっていう人はいませんかメールの返信、なかなか返ってこないな。こんな人いませんか会社の中にこんな人がいたら、化粧リソースである可能性が極めて高いです。このようにして、 まずはこの会社の中の制約というものをちゃんと特定しましょう次ステップ2です制約をどう徹底活用するか決めるこれについては必勝リソースがその人しかできない仕事に集中できるように助けるというものですその人でなくてもできる仕事をさせてしまっていませんかまあ、例えば経費生産だとか、まあ、資料の整理とかそういったことですよね で、その人が全集中で最大の能力を発揮できるサポートをしていますか希少リソースっていうのはいろんなところから引っ張りだこで時間の確保が難しいリソースです。だから1分1秒だけでも無駄にしないように着手したその瞬間から全能力を注げるようにするということが肝です。つまり集中して仕事ができる環境を整えることがここでのアドミンの役割となります。 そしてこの環境を作る上でとても重要なことがありますそれが、ね、これです限られた時間の中で気象リソースが力を出し切れるように徹底したフルキット万全の準備をした上で助けるということですせっかく制約の時間を確保したとしても準備不足で手戻りや対流が起きてしまったらその時間が無駄になってしまいます なので仕事がスムーズに進められるように万全の準備をした上で気象リソースを活用するということが肝です。例えば資料を送るときには見たい情報がすぐに見れるようにメールに重要な情報を貼り付けておくとか、あとは見てほしい資料をちゃんと相当して見れるようにしておくとか、あとは打ち合わせをするときなんかはその人がすぐに集中して議論に入れるように必要な情報を整理しておくとか、 ね、あらかかじめ手元にに置いいててすぐ見れるようにしておくとまたは講演をする時なんかはその人が講演することだけに集中できるようにそしてベストな状態でプレゼンにのぞ臨めるように会場の準備はもちろんですけれども必要な情報の提供または会場へのこう移動手段など講演以外の全ての準備を整えておくということが肝です。 まあこれは普段当たり前にやっていることかもしれませんが、このように気象リソースがベストな状態で仕事に着手でき、そしてスムーズに仕事が進められる、まあ、こういう状況を作るということが一番の肝です。はい、そしてステップ3です。他のすべてをステップ2の決定に従わせる。これについては気象リソースに合わせて仕事の投入をコントロールするというものです。 質の高い仕事ができるようにゆとりを持って予定を入れていますか全体の仕事は過剰にならずにスムーズに流れていますか徹底活用する必要があるからといってどん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 仕事を押し込んでもし目の前に仕事が山積みなんてことになってしまったらプレッシャーを感じて仕事に集中できませんよねかつあれもこれもやらなきゃいけないみたいな状況になってしまえば パニックになって仕事の流れも悪くなってしまいますよね。そうならないように気象リソースの負荷を見ながらそれに合わせてゆとりを持ってスケジューリングをする。こうやって集中やゆとりの持てる環境を提供することがここでのアドミンの役割です。制約がしんどくなったりプレッシャーを感じないような配慮をすることで全体の仕事の流れを良くしてアウトプットを高めることにもつながっていきます。 そして、ステップ4です。制約の能力を高める。これについては、希少リソースの仕事をできる人を増やすというものです。希少リソースがしかできない仕事を他の人もできるようにサポートしていますか希少リソースが最大の能力を発揮できて、そして徹底活用できるようになったら、次はその人と同じことをできる人を増やすことが さらに全体のパフォーマンスを高めるということにつながっていきます。そのために人材育成につながる環境を作る。そしてその場を提供するということが、ここでのアドミンの役割です。まあ、具体的に私たちの会社ではどういうことをしているかっていうと、例えば、新入社員とメンターがペアになって、メンターが新入社員に自分たちのやっていることをやれるように教える、 そしてそれを実践する上での障害や懸念を取り除くためにどう考えればいいのか。これを支援することで共に成長していく成長ナビという制度を実施したりとかあとは社外向けのゴールドラッドスクールというセミナーにまずは受講者として参加してもらって基礎を学んでもらった上で今度は自分が教える立場に回って学んだことを教えるこういうことをすることによって人の成長を促しています。 教えることは最大の学びというように自分が知識を得てできるだけでなくって他の人もできるように伝えられて初めて理解したと言えるのではないかと思います。だからこそゴールドラッドでは相手ができるように教えることに注力して人を育成しています。はい、そしてこの成長という観点についてアドミンという立場だからこその特権があるんです。 こうやって気象リソースをサポートすることで、その人と一緒に行動する機会が増えます。すると、自然と最新の知識や、すごい人の知見に触れることも増えてきます。かつ、こうやって得た情報を、他のメンバーに共有するっていうのも、アドビンの役割ですよね。さらに、その場にいなかった人にもわかるように伝えなくてはなりません。そうなると、おのずとこう、得た情報を自分の中でちゃんと考えて、 そして理解した上で、それが相手が分かるように伝える。こういうことをしよう,しようとしますよね。これってまさに、この得た知識を人に教える。っていうことを、この仕事の中で実践しているんです。まあ、知っている方もいるかもしれませんが、TOC クラブの後に、このセミナーの内容を Facebook 上で自分の考察として投稿しています。これはやっていることのごく一部ではあるんですけれども、入社してから、 仕事を通じて得た知識や情報をそれを見ていない人も分かってもらえるように伝えるこういうことをコツコツとやってきましたまあそのおかげもあって過去の講演してくださったこのアカデミアのすごい先生からもこの考察についていいねって言っていただけるほどのこういう考察ができるようになってきましたまあ制約をサポートすることで実は一番アドミンが成長してんじゃないの ということで、まあ、ゴールドアウト社内では噂になっています。はい。そして最後のステップです。ステップ5。ここまでのステップで制約が解消したら、ステップ1に戻る。これについては、状況は常に変化する。再度、全体の流れを確認して、仕事の対流を探す。というものです。以前のやり方やルールにとらわれて、 惰性で仕事をしてしまっていませんか制約の能力が上がったらもうそこは制約じゃありませんよねだったらそこをいくら改善してももう最大のパフォーマンスを得ることはできませんうまくいってるからといって現状に満足して同じことを続けるのではなくてステップ1に立ち返って仕事全体の流れに対流が起きていないかを見ながら新たな希少リソースを探す これがここでのアドミンの役割です。このように5つの集中ステップを日々の業務において愚直に実践することで惰性にとらわれず常に組織に最大のパフォーマンスをもたらすことに貢献し続けることができるんです、はい。組織にはつながりとばらつきがある。その中で気象予想数に集中してサポートすることが 全体の仕事の流れを良くする気象リソースのパフォーマンスが全体の成果に直結するみんながここに頑張るのではなくて気象リソースに集中してみんなで助け合うことで最大のパフォーマンスを生み出す全体の仕事の流れを見て今何に集中すればいいかを常に考えることで自然と全体最適の視点で考えられるようになる まさにこの5つの集中ステップで仕事の流れをマネジメントすることでアドミンが希少理想を育助け組織にブレイクスルーパフォーマンスをもたらすヒーローになれるんですそしてこうやって制約を助けることで実現できたことそれは自分が会社や前の人に貢献していると実感できる助けた人からありがとうと感謝され信頼されるそして自分の仕事に誇りが持てる やりがいや張り合いを持って仕事に取り組める。これってまさに冒頭で自分がこう会いたい、そう思っていた姿そのものなんです。このように自分が行動できるようになったのは、ある前提が変わったからです。それは目の前のことではなく、希少リソースに集中すること。つまり部分最適から全体最適の視点に変わったということです。 そしてちなみにですね、このゴールドラット社のアドミン組織の名称は全体最適室ホリスティックマネジメントオフィスというふうに呼んでいます実はホリスティックマネージメントオフィス HMO ですねが全体最適のマネージメントオフィスがですね、会社の日々のオペレーションを全体最適で運営しているということなんですね。社長が運営しているわけじゃないんです横口で全部見ているこの HMO が 全体のマネジメントししているんだってどうでしょうね。実はアドミストレーションっていうのは間接ブームじゃないんだと会社全体の業績に直接貢献する部門であるとこれが正しい認識じゃないだろうか全体最適のマネジメントでは気象リソースをうまく活用することが大事だとなった時にそれやれるのはまさにアドミンができるんだ,とだからヒーローなんだ。 ということなんですね。で、こういったことについてもう少し深く学びたいっていのもあると思うんですけど、先ほどのビデオクリップえとはこれ1時間ぐらいのセミナーの一番いいとこだけはちょっと抜き出したもんで、もし見たければですね、このゴールドアットチャンネルプレミアムというところに見ていただければですね、これ見れます。これは本当に入会するとですね、あの生産性を劇的に上げるですね、魔法のノートっていうのをプレゼントさせていただきます。えー、世界中のですね、ベストオブベストの プレゼントとかそういったゴールドアッタカセのビデオとかそういうのをですね厳選して我々もですねプロが何と言っても学びがあるのコンテンツが入ってますしどうせ学ぶなら世界最高の先生ゴールドアッタカセが学ぶってこともできますしね ごろだったか自らやってるセミナーのやつを常に定期的にやってますんでそして他のメンバーからの学びについても私はこういうことをこのコンテンツで学びましたってあって共有できるようになっていまして過去月に1っから2年ぐらい TOC クラブっていうのでいろんな事例とか新しい知見を紹介してますがコンテンツも全部ここに載っているということですね。 さらに新しいコンテンツもですねそれをやるたびに次々リリースされてますこれはあの日本だけじゃなくグローバルにコンテンツがリリースされまして字幕付きでリリースされます、ね、そして「問題解決ライブ」っていってみんなが集まってそのメンバーが抱えている問題をですねどうやって解決するのって TOC のツールを使ってどうやってやる どのアプローチでやるっていうのをお互いに学び合いながら問題解決するっていう問題解決ライブをまあこれ23ヶ月一度やってるんですけども学び合い一緒に問題解決する志の高い仲間がいるというのが「ゴール・ザ・トチャンネルプレミアム」これの特集だと思うんですね。これ月々たったっの円です どうですかこれ安いって言ってくれますあいい聞こえましありがとうございますで、ね、これちょっと安すぎるんじゃないかって言われてるんですけどじゃ我々もですねそれどんどん普及したいっていう気持ちがありますのでこういった価格でやらせていただいてます具体的にですねいろんな悩みもあると思うのでその場合ですねお悩み解消コンシェルジュにご相談いただければと思いますえー、たくさんの過去を我々持ってますのでそれをベースにしてこんな事例ありますよとか そういったことを解決するようなことをお手伝いをさせていただいてます無料です何もですね皆さんがメールをもらった後翌日にですとか当日中にはメールが返信されて翌日ちょっと打ち合わせしましょうかとか当日中に打ち合わせしましょうかって相談乗っちゃうみたいなあそんなことをやってます非制約が制約を助けることで組織全体が良くなる TOC で学んだことですよね全体最適のマネジメント改革では非制約がヒーローなんだっていうことだと思うですね金、はい、の知ありましたでしょうかよろしくお願いします楽しみな会社にしましょう気象輸送数に集中してサポートすることが全体の仕事の流れを良くする全体の仕事の流れを見て今何に集中すればいいかを常に考えることで自然と全体最適の視点で考えられるようになる 5つの集中ステップで仕事の流れをマネージメントすることでアドミンが気象リソースを助け組織にブレイクスルーパフォーマンスをもたらすヒーローになれるんです。